高橋よいチャンネル。H3 ロケットが打ち上げ失敗っていう、こう、記事が出てたんですけども、ついてちょっと教えてほしいんですが。あれは失敗じゃないよね。じゃないですか。失敗っていうのは、どういうふうなことかって、失敗でじゃないっていうのは、まあ、はっきり言うと、ある種の異常が感知されたときには、止まるシステム。はいだよね。だからそういう意味では成功だよね。だから、打ち上がんなかったってだけだけど、それ打ち上がんなかったっていうのが別にそんなまずい話じゃなくて、単なる延期と一緒だろうから、失敗っていうのは言えないよね。でもこれをね、あれだよね、なんか、共同の記者の人がね、そういうの失敗って言うんですなんて、もうむちゃくちゃな言い方してたよね。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと勉強してこなきゃダメだな、これはな。そうなんです。で要するに失敗ですか失敗ですかって失敗じゃないですかって言うんだけどあれはさカウントダウンやめてさ中断なんだよねだから失敗じゃないんだけどさそれでも失敗ですって言い切っちゃってさすごかったよねそうかそういうことですかあれだって別にだって打ち上げてないんだから失敗でもなんでもないじゃないなんか途中で中断するってことあるじゃないなんか見出しだけ見てたら失敗したんだって思ってました失敗成功じゃないのは成功じゃないと思うけれど、でもさ、失敗って言うんじゃないじゃん。失敗ってのはさ、もう全部ボツになっちゃった時言うじゃない。はい、うん。あれ中断っていうのはよくあるじゃない。風が、なんか天候の具合だとかそういうのと、それと一緒だよね。なんだ。なんかそれも記者会見で共同だって確か。ああ、そうですか。面白いよね。本当に。もう、なんかさ、もう、どんどん化けの皮が剥がれるね。そうですね。マスコミさんはね。で要するに補助ロケットブースターの方に点火しなかったってだけなんで、はい、別に点火してないんだからあれだよね途中で止まったっていうだけで中断っていうレベルの話だよねあだからそうだ あのレベルの話でもしか失敗っつったら失敗を何回も何回も失敗って言わなきゃいけないよねだから一般的にはそのロケットがもう全部もうご破産になってもう一回作り直す時には失敗って言ってもいいんだけど、はい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 、そうじゃない時にはただ単に延期って言うんだよね。だって天候が悪くて順延したりするのも失敗かと言ったらそうじゃないよねってことだよね。まあそうですね。だからものすごく知識がないなと実は思ったんだけど、まあマスコミさんだからな、このレベルなんだよな、おそらくな。そうなんですね。これ原因をこれから究明するってことですか？これから究明したいなんじゃないの？非常に単純な話だったらもう一回すぐ打ち上げんじゃないの？ああ、そう。なんか10日までになんか目標で。そう。そういうふうな、期間があるからね、その期間に簡単にできるかできないかってところが問題ね、問題なんだけどね。まあでも、無理しないかもしれないけどね。あ、そうですか。うん。でももうちょっとあれだよね、ちゃんといろんな知識のある人、新聞記者さんは持っていかないと、もう恥かくだけだよね。恥かくだけ。大体だからあれ見て、ああ、このレベルかっていうんで、ますますあれだよね、マスコミ離れが進展すると思うけどね。なるほど、なるほど。そうなんです。あと最近あれじゃない、ちょっと面白いんだと、はい、なんか桜ウィローさんっていうのがいて、はい。なんかこれは私の周りの、まあ、ナズレンコさんとか、あとあれだよね。はい、あと、百田さんとか、有本さんなんかにすんげえ絡んでた人なんだけどさ。絡んでた人なんですね。絡んでた人、すんごい絡んできた人なんだけど、はい、まあ、ナズレンコさんなんかはもうさ、訴えるっていうんでね、はい、なんていうかな、IP アドレスの開示請求もしてるから。まあ、どうせわかるんだよね、いずれ。へえ。なんかこれは大変みたいだね。なんか共同通信の記者だったってやつですよね。そうそう。共同通信の記者で、はい、あれでね、なんかもうこれは出どころが、ニュースポストセブンってとこかな、はい。それが出てんだけど、桜ウィローっていうのは共同部の社会部のデスク。デスク社会部のデスクっていうと、ちょっとあれだよね。偉い人だよね、これね。うん、そうですよね。うん。それで、なんかこれが、ツイッター上で桜ウィローについて、要するに過去の話っていうのが随分検索されてて、見たら個人情報が、なんか名前検索するね、大手新聞社勤務を経て、現在は社会部に在籍している記者っていうことで、話題になってるって話でね。メディアの人間が一般人を装ってヘイトしてるのかってもう大変だな、これはおそらくね。はで、なんか、この記事読むと、共同通信の記者で、なんか、名古屋社会部のデスクでと、だから2月16日、緊急会議が開かれましたと。それで、この方ね、10日間の自宅待機が命じられましたと。
会社としても事態を非常に重く見ているようで、すでに代わりのデスクを募集したという話もありますが、なんか10日間の自宅待機の間で、ツイートを精査した上で正式な処分をと見られておりますということで、まあこの、なんかあれだね、この手のさ、記者の人ってさ、追及するときにはさ、表出てきて、やれやれって言うんだけど、自分がやられると逃げるんだな。鈴木さんってもそうだったし、逃げるんだよな、これ。そうですね。ちょっとまずいんじゃないの、こんな逃げちゃってたら。そうですね。デスクだからね、どうすんのかね。これは結構。逃げねえ。どうすんのかね。多分、大騒ぎだよな、これはね。この人はバレないと思ってやってたんですか？ちょっとわかんない。ちょっとありえないけど。ありえないですよね。ありえないよね。そんなことがわかんないんですかね。あ、わかんないんだよ。だから平気でやるんだよ。あ、まあ、そうなんでしょうけど。うんうん。だから匿名だと思って。だから、わかるでしょ？その、また共同化って感じでしょ？共同通信の記者だったらわかりそうな気がしたんですけど。いや、共同通信の記者だからこそわかんないかもしれないね。そうですか。だって面白いじゃない。社会部デスクって、それでこんなのやって、あれ、なんか、どういうつもりなんかな。私なんかだからさ、匿名なんかやってないで全部本名でやってるけどね。いや、なんか、すごいっすよね。だって、多分、こういう昔、ネットのヘイトが問題だみたいな記事絶対書いてますよね。それまたさ、探すしても出てくるよ。ないや、これは社会部だからな、なんか、社会部の記者が、のデスクがこんなことしてるっていうのは大変だよね、本当に。そうですね。どうすんのかね、本当に。まあ、あれだね、共同新聞っていうのはすごいことをたくさん書く新聞なんだな、というふうに思わざるを得ませんね。共同通信ってどちらかっていうと、右左で言うと、どんな感じなんですか？超左だよ。いや、マスコミ全体が超左なんだよ。ああ、そうか、そうですね。うん、そう、うん。まあ、だから、たまに右の人もいるけどね。はい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 。うん、でも、大体左系だよ。バリバリの左の、じゃあ、左の人なんですね。うん、だから社会部なんか特にそうなんじゃないの？ああ、そうなんですね。だからさ、活動化するんだったらさ、活動化してね、新聞記者を名乗らない方がいいよね。確かにそうですね。結構多いんだよ。新聞記者という名のもとに。だから逆に言うと活動家なんか新聞記者以外にさ、勤まるとこないからね。ああ。うん。そうか。だからその新聞がどん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 凋落するってことで、あれなんだよ。よろしいんだけどね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。